皆さんこんにちは、みやこです。今はオーストラリアのゴールドコーストに来ております。昨日着いてね、今日やっと1日ホテルで昨日寝てて今日やっとオーストラリアらしいことをしてます。めちゃくちゃいい天気。息子が海から戻ってきました。さっき一緒に海入ったけど、ほんと水温も気温もちょうどいい、カラッとしてて、はい、オーストラリアから動画をお届けします。見てください、この真っ赤、息子ちゃんがいます。今日はこれから、まあ、私たち の、 あの滞在している部屋のちょっと紹介と、あとは今日ねスーパーに食料調達しに行こうと思うので、その様子を、お顔真っ赤な人その様子を、ちょっとあの撮っていければなと思います。でこちらが今回私たちが2週間滞在するお部屋です。ホテルって言われ、なんかモーテル、コンドミニアム、なんて言うんでしょう、こういうのはちょっとわかんないんだけど、キッチンとかもついてるから自炊で今ほとんど食事を、朝サンドイッチ食べたね、あの作ってます。でなんかウーバーで食材を頼んだり、ちょっとした売店に買い物に行ったりしたんですけど、ちょっとしっかりめに食料調達したいので、今日は大きめのスーパーに行ってみようと思います。なんかさ、キッチンのさ、このカウンターの台がめっちゃ高いんですよ。ほらやっぱあの外国人の方用にできてる感じで、キッチンのもう用品っていうかは全部揃ってて、そう、こういうのスプーンとかフォークもあるし、お皿とかもあるからすっごい便利、何も必要なかったね。まああのちょっとほんと調味料ぐらいで、で冷蔵庫は日本のものとかも結構あったので、キューピーマヨネーズ、そうあとケチャップとかキューピーマヨネーズとか、あとはまあ野菜、ハム、ヨーグルト、これすごいね、あの高タンパクで大きいのがあってめっちゃ使いやすい、料理にも使えましたね。でこんな感じで大きいベッドが一つあって、すごい景色が綺麗で、こっちになんかサンルームみたいな、でビーチまでもすぐ歩いて行けるので、ほらあの奥にあるのがビーチです。すごくいい立地です。本当2人であの生活するには十分な広さかなと。でこっちがと、洗面所っていうのかな、バスルーム、バスタブ付きのバスルームで、この洗濯機をまだ使ってないのでちょっと今日使いたいと思います。昨日手洗いして洗濯物は干してました。すごい広くて使いやすいです。まあ、トイレもなんかごめん普通のトイレでございます。今日はこれからスーパーに行きますね。で帽子を買わないとね、感じでちょっと買い物に行くので、その様子も撮っていきたいと思います。 ここの気温25度、6度ぐらいだっけ、昨日26度でめちゃくちゃ暑くて、でもカラッとしてるよね。蒸し暑くないから全然過ごしやすいです。でも日差しがやっぱ強いね、めっちゃ焼け焼けだからね。ではちょっと買い物に行ってきたいと思います。今はホテルあのからちょっと歩いてショッピングモールに来ました。すごいいろいろあるね、寿司もある、寿司、
ーパーに着きました。え、待って待って待って、それ持って帰るの大変じゃん。意外と軽い。いやいやいや、待って待って、ちっちゃいやつにしようよ。じゃあ普通のやつ、これでいいんじゃん。あ、確かに、これちゃんと除去されてもいいな。スーパーに着いてアボカド買おうか。野菜とかを調達したいと思います。じゃあブルーベリーといちごを買います。いちごね、一回食べたんだけど、日本のいちごとちょっと味が違いましたね。いちごなんか、うん、そう、ちょっと外国っぽい味がしたけど、私は好きでした。マッシュルーム見て、めっちゃ大きい。私の手がすごい色取り。あ、リンゴ買う？リンゴ食べる？食べる？リンゴ美味しかったよね。リンゴもね、なんか甘酸っぱくてすごい美味しかった。日本と味違ったけど、美味しかったです。すごい綺麗だね、なんかもうフィギュアみたいな。ね、これ何？で、野菜とかフルーツは、フルーツはそんな高くないかな。あんまり変わんないかもしれない。でも食品とか全体的に日本の倍ぐらいしますね。タンパク質が取れそうなものが電子レンジでできるのかな。ちょっと買ってみようかなと思います。サーモンとご飯、美味しそう。これも買ってみようかな。チキン、はい。この大きいカートがちょっとテンション上がりますね。洗剤を選んでるところです。すごいね、いっぱいあるから楽しい。あとは何か、おやつ買う。買う、よし。探そう。そしてお買い物から帰りまして、今日買ったものを紹介します。これでね、全部で1万円ぐらいでした。ちょっと高い、でもどうなんだろう、わかんない。これ卵が700円ぐらいだったかな。で、フルーツとかは比較的安いかもしれないです。リンゴ、あとこれが洗濯洗剤とアボカドで、これがラム肉が息子が食べたいみたいなので買いました。ラム肉すごいいっぱい入ってる。こっちだ。あ、でもお肉とかは安いのかもしんない。で、これがチーズ、スイカ。あとね、これビーフのソーセージ。なんか、焼いて、今生っぽいけど、これを焼いて朝とか食べたらいいかなと。で、これが、さっき言ってたやつね。チンして食べれる、タンパク質取れそうなやつ。あとは超乾燥してる。日焼けがすごいからね、保湿のクリームと、これはなんかレタスみたいな、一回買って美味しかったので。あとはお菓子、ここ日本になかったプリングルスの味と、ポテトチップスと、あとトルティーヤ、なんかチキンとか巻いて食べたら美味しいかなと思って買いました。こんくらいか。なんかご飯屋さんとかカフェとかは多分日本の 2,3 倍ぐらいするようなイメージかな。ね、さっきカフェちょっと寄ったら1500円ぐらいとか、飲み物2杯でとか、あとはそう、なんかファーストフードっぽいのとかもやっぱ基本1500円とか1000円いくらとか、だから結構外で食事すると結構高いなっていう感じですね。でも日本が安いのかなと思います。なので基本は自炊で生活していこうと。だから大丈夫？首、なんでママは首だけ白いんだろう。はい、これから私のご飯を作ろうと思います。結局昼ご飯はさっきのタンパク質が取れそうなサーモンのやつにしました。ちょっと疲れちゃった。夜は作ろうと思います。これなんかジャスミンライスみたいな、お米食べたかったからすごい嬉しい。で、サーモン結構立派なのが入って、これで700キロカロリーぐらいって書いてて、で、タンパク質 35g 取れるって書いてたので、すごいなんか計算されてると思います。ご飯の量もちょうどいい量だからいいね、こういう手軽に栄養取れるのがあるとね。はい。
なんか味は全然美味しいです。あの本当見た目に反して味がめっちゃ薄いので塩をちょっとかけました。で日本人も好きな味で食べやすいと思います。はい、今晩ご飯を作っております。今日買ったラム肉を使ってラムチョップのステーキを作っていきます。息子のリクエストでございます。あるものが限られてるのでちょっとできる限りここにあるもので頑張って作ってみようと思います。で今ラムチョップを焼いていて、横でシーザーサラダのドレッシングを作ってるんですけど、これは日本でも結構やるやり方で、本当は粉チーズがいいんですけど粉チーズないので、今日買った粉チーズを細かく刻んで、ヨーグルトを入れます。本当はねマヨネーズと牛乳とか入れたりするんですけど、それだけだとカロリー高くなっちゃうので、このヨーグルトを入れるともったり感が出て結構美味しくなります。でここに本当はガーリックもあれば入れて、塩と胡椒とレモン汁も入れるといいですね。でも今日はいろいろないのであるものでちょっと試行錯誤します。完成お腹すいたこれがリクエストのラムチョップと、あとこれがブロッコリーのグリルでしょ、あとシーザーサラダ風で、これが作ったドレッシングとチーズトーストご飯があればねいいんだけどね、うん、お米がねやっぱりあんまりないから。白米どこにあるんだね探しに行こっか、またスーパーにね。ね。という感じでオーストラリアの夜ご飯を食べていきます。はい、ということで本日は眠いのオーストラリアの私たちの一日を見ていただきありがとうございました。オーストラリアでも一応ダイエットを継続してますので、16日までいるのでまた動画上げれたら上げたいと思います。はい、では本日も最後までありがとうございました。また見てねー。